はい、こんにちは、ビッグボーイです。それでは今回からフォールアウト4、国内版が発売したということで、パソコン版にも日本語音声と日本語字幕が無事に追加されました。まあちょっとパソコン版に限ってはちょっとリリース直後にバージョンが海外版と差異があったりだとか、ちょっとあったんですが、まあ、その辺も修正されて、また最も全部入れ直したので、これで完全日本語版のフォールアウト4が遊ぶことができる。で、まあストーリーもこれでしっかり把握できるようになったので、クエストもどんどん進めていきたいんですが、先にちょっとここを紹介しようかな。ここは、レッドロケットトラックストップ。最初の犬と会った場所のガソリンスタンドだね。ここを結構、なんだろう、自分のキャンプ地点として、結構改造とかをして、まあ、後ろにちょっとした建物を作ったり、まあ、あとは、パワーパイロンとかも並べて電力供給をしたり、で、ここに、パワーマンを今置いてる。パワーマンもだいぶ改造したからね、かなり強いものになってる。まあ、よっぽどのことがない限りあんまり使うことはないけど。で、あと、これは、モッドで追加したアイテムで、これトレーラーだとか公式サイトに、こういう壁掛けウェポンラックだとか、このパークのポスターとかがあったんだけど、なぜか製品版ではないということで、モッドで追加したアイテムを今、つけてます。まあ、これで武器とかを飾ることができるし、パークのポスターも貼ることができる。これ結構かっこいいね。まあ、あとは、ワークショップがあって、アーマーワークベンチもあって、ウェポンワークベンチもある。まあ、ここはまあ、自分の拠点として結構発展させていってると。さあ、まあ、とりあえず紹介はこんなところで、今回は、じゃあ、早速これをやっていこう。ダイヤモンドシティへ向かう、ジュエル・オブ・ザ・コモンウェルス。行方不明となったショーンの手がかり、ショーン探しの手始めに絶好の場所だ。ダイヤモンドシティが連邦最大の居住地だそうなので、そっち方面を早速目指して冒険しよう。で、ちょっと暗いからちょっと寝ていこうかな。ベッド。朝になった。こういうターミナルもね、しっかり日本語になってる。サービスログもしっかり日本語になってる。素晴らしい。で、今回はひとまずコズワースと犬はお留守番しておいてもらおうかな。じゃあ、どうしようかな。ダイヤモンドシティがここだから、ここのショップに、ドラムリンダイナーにちょっとファストドラベル。あ、敵がいる。レイダーがいる。いて、ほら。あ、でも、こんな中でもバッチリ日本語でもう喋ってる。トゥルーディの件は助かった。よくやったな。さて、ビジネスの話をしよう。何事もなかったかのように、普通にレーダー襲撃にあって、さっさと倒しちゃうとか、そういうも場所も日常茶飯事、コモンウェルスのありとあらゆるところにあるからね。まあ、ちゃんと日本語で喋ってくれる。私は用心棒だから、とにかく怒らせないで。はい。分かった？はい。じゃあこっちの方の道を、道合いに進めば着くから、じゃあこっちの方を目指してダイヤモンドシティに向けて行こうかな。あ、そうだ。今回新たに増やしたモッドがまた一つだけあって、変更モッドかな、追加というより。ライトがもともと緑色のものだったんですけど、ちょっと目まぐるしい気がしたので、温かみのある色のこのヘッドライトのようなものに差し替えたと。これが結構明るくて見やすい。暗くなったらこれを使っていこう。じゃあとりあえずこの先へ。さあ左に見えてるのがコルベガ組み立て工場制圧済み。夜になるとここは結構ライトアップされて綺麗になる。前回は移住者のためにこの移住者のためにこのダンウィッチボーラーとヒューゴの穴蔵制圧したんですが、その動画内でもう先進めば進むほどどんどん敵が強くなってって、あ、なんか天気悪くなってきた。ゾンビが強すぎて、最下部まで行けなかったので、動画外であの後最下部まで行ったら、これだ。結構強い毒性効果がついてる剣を手に入れたので、これがなかなか使えるいい近接武器。戦闘場面になったらこれも使っていこう。
車が落ちた。あ、で、今受信した、この群周波数 AF95 っていうのが、ちょうどこの、コルベガの組み立て工場を通過したあたりから受信するようになって、ちょっと聞いてみよう。これ英語だと何言ってるのか全然わかんなかったので。メッセージは自動で繰り返されている。送信距離内の全ユニットに通達。こちらはグラディウス偵察部隊のスクライブ・ヘイレンです。認証コード、アークス、ヘラム、ライン、ファイブ。我が部隊は目下負傷者を抱えており、物資も不足しています。支援ないしはケンブリッジ警察署拠点からの撤退を要請します。これで全部か。この群周波数を受信したあたりでこれだ、ファイアーサポートっていう新たなクエストを受けてこのケンブリッジ警察署へ行く。これがちょうどこのダイヤモンドシティへの道のりの道中にあるそうだから、ちょっと寄り道していこうかな。多分あっちの方にあるだろうから。ここちょっとした街だね。ハンドガン、ドガ街で結構弾とかスティームパックも集めておいたからね。あ、ちょっと食らった。で、なんか銃声鳴ってるな。待って、トラップまだある。あった、解除。待って、敵いる。カレッジスクエア。あ、グールがいる。グールがいる。あ、グールすげえいる。起きてる。お、グールはすごい特攻してくるからな。怖いな。回収して、この辺もしっかり横になってる。すげえ銃声鳴ってるよ。で、レイダーが誰かに襲撃されてんのかな。待って、まだいる。ウールを先に倒しておこう。しっかり当てれば2発で倒せる。なんか今奥で吹っ飛んだぞ。でもレーダーの死体、上にまだグールがいる。あ、そこにいる。お、絡みつくように近づいてくるからなかなか狙いづらい。あ、でも35メートル先にある。あ、ここ警察署か。あれ、誰か戦ってる。兵を支援する。グール、あれ、パワーアーマー着てる人がいる。これ緑ってことは危ない人じゃないよね。支援するならちょっと助けてあげよう。民間人です。支援しよう。他の武器、これすげえ弾あるんだ。これ使っていこう。レーザー銃使ってる。お、もらって、すげえ来る。ちょっとフレンドリーファイアしてしまったらなんか敵対化しそうで怖い。でロード。あ、これ1000発カンストしてるから弾減ってるように見えないな。よし、あ、全滅した。パラディンダンス、この人がパラディンダンス。敵ではない。手助けには感謝する。だがここで何をしている。
何者だ。その前に一体お前は何者だ。時が来れば名乗る。ここに残りたいのならまず質問に答えることだ。主人公すげえイケボだな。すげえイケボにあった。生き残るため、ただここで生き残ろうとしているだけ。他の皆と同じだ。突入の方法、あの野良犬どもを引き込む様子、少々信じがたいな。この近くの居住地から来たのか。ん、オレンジ色の選択肢がある。なぜ質問を。ああ爆発してる。必要な質問なのか。あいつらとの戦いに手を貸してやったことに変わりはないだろう。もっともな指摘だ。あ、もし不審者に見えるとしたら。カリスマ性がちょっと上がった。ここでの任務が困難だからだ。連邦に到着した時から常に攻撃を受けてきた。これからも協力を続けたいというのなら、ぜひ味方として戦ってほしい。あ、オレンジの選択肢を選んだらカリスマ性がちょっと問われた発言をするんだ。ちょっとその前に、あなたは何者だ。協力はしたいが隠し事は嫌いだ。お前は何者だ。いいだろう。 BOS のパラディンダンスだ。 BOS 向こうにいるのはスクライブヘイレンとナイトリースだ。偵察任務中なんだが、困ったことに支給品が不足している。上司に救難コールを送ろうとしているが、信号が弱くて届かないんだ。もしよろしければ。続けろヘイレン。警察署の屋根の上にあるラジオ塔を修理したんだけど、十分ではなかったかもしれない。何か信号を強めるものが必要です。目標はアークジェットシステム。そこに必要なテクノロジーがある。ディープレンジ送信機だ。施設に潜入し送信機を手に入れてここへ持ち帰る。どうする。 BOS に手を貸すか。送信機を直す必要がある。だから持ってくる必要がある。 BOS とは。 BOS とは何だ。我々はテクノロジーの本質を理解しようとしている。その力を、人間にとっての意味を、その力を悪用しようとする奴らから守るために戦うのだ。立派な目的だ。それは立派な目的だと思う。分かってもらえて嬉しい。我々が直面している事態の重大さを理解している者は BOS の他にはほとんどいない。さあどうする。手伝ってくれるか。まあ助けてあげようかな。グズグズしている暇はない。行くぞ。素晴らしい。今の受け答えになってるのかな。ダイヤモンドシティ方面に向かう予定だったけど。エレン、リースを中へ連れて行って、困ってる人がいたら助けてあげよう。リース、よくなったらお前には境界線の安全を守ってもらいたい。わかりました。よろしい。ではお前の価値を見せてもらおう。警察署に向かい物資を補給して始める準備ができたら知らせろ。さあ行くぞ。いいかい大男さん。あ、ファイアーサポートはこれで完了で、レベルアップ。物資もらえるのかな。ちょっとその前に遺品の回収をしよう。あれ、コールトゥーアームス、これまた別のクエストが始まった。遺品回収 OK。 入ろう。で、治療してくれるのかい。それとも何なんだ。どうかな。予後がかなり厳しそうだからね。どこかに連れて行って撃ち殺してあげる方がよっぽど思いやりのある行為かもね。きついこと言ってるな。とパラディンダンス。パラディンダンス、移動する用意はできたか。もう準備はバッチリだ。準備完了だ。素晴らしい。ついてこい。遅れを取るなよ。弾とかも豊富にある。あ、ヘルメットかぶった。いいな、そのパワーアーマー。あ、弾あった。まるで暇みたいに、なんでここに。いや、行くよ。さあ出てきた。弾あった。この通りを行こう。ついてきてくれ。了解。しばらく西に進めばアークジェットだ。この道を行くならケンブリッジに救うフェラルの大群を避ける必要がある。警察署から遠く離れるのは危険ではあるが、送信機を稼働させることが何よりも優先だ。本来は我が責任において部隊を再配置しているところだが、今回はスクライブヘイレンがエリア内に不審なエネルギー数値を発見している。調査が必要だ。あまり長続きしないことと、高度なテクノロジーによってのみ可能な周波数の放送だということ以外はよく分かっていない。
誰が、あるいはいかなる存在が作り出したにせよ、こうしたエネルギーは潜在的な脅威となり得る。我々の目的はその調査にある。グール以外の敵がいる可能性がある。なんか前方に誰かいるけど。キャラバンガード、キャラバンガード、味方かな。え、え、あ、あれレーダーか。バンバンダンスはレーザーピストルを使ってくる。遺品回収。商人か今の。最初の舞台は大成功だった。大戦以前の貴重な品々や歴史文書をたくさんの箱に詰めて持ち帰ったのだ。次の舞台はそこまで幸運ではなかった。到着してすぐに連絡が途絶え、以来その消息は聞こえてこない。我が舞台においてはこの見捨てられた地に4人の仲間を奪われた。到着した瞬間から餌食になるべく定められていたのだ。敗北を味わったとて尻尾を巻いて逃げ帰るつもりはない。行方知れずになって終わるとしてもだ。 BOS っていう舞台は結構装填管理、侵入者警戒。敵がいた。規模があるんだ。虫を倒す。敵を消滅した。次やった。この虫はね、見た目すごい気持ち悪いけど料理ができるんだよな。ダンス遅いよ。あ、犬いる。モングレルか。ほら、ダンスのレーザーピストルは弾無限かな。これほんと強い。さあこれも料理のために回収して、あ、建物見えてきたな。アークジェットシステム。保安機構はないはずだ。正面から進むとしよう。ここで送信機を入手する。敵がいなければいいけど。アークジェットシステム発見。お、入り口。いいか、よく聞け。静かに巧みに行動するんだ。ヒーローごっこや教本通りのやり方はなしだ。分かったな。分かった。分かった。素晴らしい。忘れるな。第一目標はディープレンジ送信機だ。ディープレンジ送信機。それと武器は下ろしておけ。流れ弾に当たりたくはないからな。とりあえずハンドガンを持っておいて下ろしていこう。入る。電気が来てる。人類のための棺桶があるとして、その蓋に最後の釘を打ち込んだのは企業の連中だよ。奴らは自分の利益のためだけにテクノロジーを悪用し、私腹を肥やし、その行為に伴う被害を無視した。この破壊の跡を見ろ。自動警備システムはすでに始末されたようだ。自動警備システム。 BOS の手によるものが。残念だが違う。見てみろ。空の薬莢はおろか、血の一滴すら見当たらない。インスティチュートの人造人間に襲われたんだ。インスティチュートの人造、インスティチュートって言葉をこれまでも何回も聞いてたけど、インスティチュートと、インスティチュートとは何だ。大戦が始まった折に地下に潜った科学者たちの集まりだ。この数十年の間、テクノロジーが生み出した悪夢を連邦各州に撒き散らしている。人造人間とは。人造人間、ロボットと同じようなものか。インスティチュートに作られたテクノロジーの悪用の典型例だ。アボミネーションどもが人類を改善しようという腹積もりだったのだ。許されることではない。奴らが存在すること、それ自体すらもな。警戒しよう。警戒しておこう。了解した。移動しよう。あ、じゃあこの警備ロボットが全部人造人間にぶっ壊されたってことか。プロテクトロン。BOS が興味を持ちそうなものを持ち出せそうだ。ことを済ませたら、後の相当及び回収作業のためにこの場所を記録に留めておかねば。
あ、ライトつけた。ライトつけようかな。行き止まりのようだ。まだ明るい。ドアを開ける方法が見つかるかどうか試してみてくれ。私は辺りを見てくるとしよう。ドア。ドアを開ける方法を見つける。大抵ドアをね、開けるにはこういうターミナル、ハッキング、ハッキングしよう。ハッキングは動画で見せたことなかったっけな。ちょっとやり方が複雑で、まあ、今、プロバイドっていう英単語を打って、右下にアクセス負荷正解にっていうのが出てて、正解パスワードとこの場合は一致してる英語が2文字だけ存在すると。まあ、だからどんどん一致する文字数を増やしていって、手探りでどんどん一致するパスワードを探す必要があると。まあ、結構地味な作業だから、とりあえず見つけていこうかな。やった。よし。セキュリティドアコントロールで、ロック解除。これでドアが開く。移動を検知。うん？え、人造人間。人造人間出てきた。うわうわうわ。あ、なんかレーザー銃みたいになってる。結構硬い。人造人間出てきた。インスティチュートピストル。これ別の系統のレーザー銃か。フュージョンセルも持ってる。あ、まだいる。ちょっとレーザーピストル使っていこうかな。敵のセンサー読み取りを検知。あ、いるな。見つけた。ちょっとダンスに先行してもらおう。おお、なんか認可した。上にいる。やった。バトンとかも持ってる。まだいる。後ろ。よし。ここにもいる。あ、トラップあった。トリップワイヤーがあった。なんかあるかな。うん、金庫があった。解除しちゃおうね。解除、うん、全部いただいて。これもターミナル。セキュリティが良すぎる。ハッキングができない。もうちょっとパークをレベル上げる必要がある。これも解除しちゃおう。いいね。 OK。 あ、ヒューズがあった。銅が含まれるジャンクアイテムをどんどん集めていこう。インスティチュートピストルにも結構種類があるんだ。どんどん下に行くな。施設の大部分にマイマシン人造人間どもが侵入している。人造人間まだいる。テスラサイエンス、完璧だ。クリティカルダメージが構造化する。例えば、字幕、日本語字幕モッドだと、通貨がボトルキャップだったけど、国内版だとキャップで統一されてるんだね。これなんだろう。あれ？敵いる？あ、ターレットが。ターレットまで壊しちゃう。ダンス。ダンス強いな。これ、ダンスに任せとけば全部倒してくれちゃうんじゃないの、これ。アイテム回収して、はい。あ、まだある。回収してパラディンダンスについていく。まだ下に行く。お、ヌカコーラクアンタムがあった。ヌカコーラクアンタムゲット。前方にエンジンコアを確認。そこがゴールのはずだ。ゴール、アークジェットエンジンコア。足元に気をつけろ。この辺りには電気が来ていないらしい。電気が来てない。見てみろ、スクライブたちがここで派手にやったようだな。
正面の電気は来てるっぽいけど。送信機があるのはコア最上部の制御室だろう。どうもエレベーターは死んでいるようだな。今は先に進んで施設の電源を回復する方法を探さねば。どこかに予備電源があるはずだ。主室のメンテナンスエリアを探してみてくれ。私はここで後方を見張っている。補助動力に戻す。あ、エンジンコアに補助動力を戻す。あっちかな。ジャンクジェット。これ解除しちゃおう。解除。お、フュージョンコアあった。ラッキー。あれこれ取って大丈夫かなこれ。これハッキングか。違う。ハッキングしちゃおう。素晴らしい。よし。電源オプションで、これで予備ジェネレーター開始で電力を供給。制御室へ行く。エンジンコアの電力を回復。ん？サーマルエンジン。燃料人造人間完了。命令待機状態に入ります。あれなんか目的地点がたくさんある。エンジンスタートボタン。命令を承認。ガス頑張れ。開始します。ゴー。なんか煙出てる。ステルス能力。はい、これもしかしてエンジン点火する。3。人造人間すげえすげえ来てる。ダス強いな。え、ダスそこにいて大丈夫か。エンジン点火。エンジン点火。ダス、ダス。おお。ダス。あ、全員倒れた。試験点火終了。あ、今のオプション要素か。96.7% です。全滅した。ダンス、ダンス大丈夫？なんてことだ。大丈夫か？もう少しで丸焼きになるところだった。だが、このパワーアーマーのおかげで、どうにかバラバラ死体にはならずに済んだ。大切なのは、まだ命があるってことだ。そして今なら、送信機のところに行く道もある。急ごう。お、パワーアーマー無敵。遺品回収しちゃおう。そっか、ロケット、ロケット、なんとかって場所だったっけ、ここ。そんならロケットのこういうエンジン部分とかも作ってたところなのか。エレベーターで上に行く。パワーマン重量、重量オーバーになんないかな。出す、こっち。あれ？出す？押す。でもこれ一緒についてきてる人だとかお供だとかは一定距離離れたら勝手にリスポーンしてくるからほっといても大丈夫かな。聞こえたか。ん？あ、人造人間いる。侵入者警戒。おい、あっ、先手必勝。倒してない。見つけました。ほら、まだいる。よし、疲労度強いパワーマー。やった。装置がない。人造人間の遺品、ディープレンジ送信機を人造人間が狙った。あ、全然気づかなかった。これ灰になってたんだ。あった、ディープレンジ送信機。これで通信システムがうまく機能するようになる。箱があった。ターゲット、
スナイパーライフル。もらっとこう。ターミナルあるけど、これターミナルで。エンジンコアコントロールターミナル。死者を開始。あ、エネルギーがあればここからエンジン転換もできたんだ。スティンパック、ここから脱出する。先行っちゃおう。上に参ります。暗いな。あ、リスポンした。ワープするな、ダンス。貯蔵庫に異常は見当たらない。移動しよう。雨降ってる。あ、外出てきた。アークジェットシステムから出る。もっと行くはずだったんだが。お、カリスマ性が問われる。すんなり。すんなり行くはずだった。うまくやれたと思うが。みんな生きている。あ、ダメだった。送信機も確保した。これ以上細かくケチをつける必要もあるまい。これで終わり。まあこんなものだろうな。そうとは限らない。それはともかく議論すべき重要事項が2つあると思う。何よりもまずディープレンジ送信機を渡してくれ。それから作戦時における助力に報いよう。この武器が役立つだろう。あ、武器。一般的な BOS のレーザーライフルを私なりにカスタマイズしたものだ。戦いで役立つだろう。お、武器もらった。しかもレーザーライフル。ライトオーソリティ、クリティカルダメージが倍になり、クリティカルメーターが 15% 早く上昇する。あ、結構いい武器もらったんじゃないかこれ。ありがとう。どういたしまして、市民よ。さて次の事項についてだが、こちらから一つ提案がしたい。これまでいろいろなことが山のように降りかかった。任務は悲惨な結果に終わりかねなかったが、お前はよく平常心を保ってくれた。まるで兵士のような抑制力だ。資質があることに疑いの余地はない。私が見たところ、お前なら2つの道を選べるはずだ。あちこちをさまよい歩いては、わずかな報酬を求めてその場しのぎの仕事を受け続けるのに残りの人生を費やすか、さもなくば BOS に入ってこの世界に生きた証を残すかだ。さて、どう思う？あ、スカウトされた。期待していいのか。入ったらどんな楽しみが待っている？お前は我が配下に入ることになる。命令には従ってもらいたい。もう雇われ仕事はなしだ。本物の使命が待っている。高度な軍用兵器の使用及び専用のパワーアーマーを持つことも許可されるだろう。そして何よりもまず BOS がお前を支えていく。命を守るためなら血を流すことも厭わない覚悟でな。申し出はまだ有効だ。当てにしてもいいか。あ、命令とかには従ってもらうけど、その代わりに最新鋭の武器だとかアーマーを提供してくれる。うんだけど、とりあえず行方不明の息子を探す目的があるから、これ後でも参加申し出できるのかな。とりあえず断ろう。いや、よそに行く方がいい。残念だよ。まあいい、気が変わったら来てくれ。我らの居場所は知っているだろう。幸運を祈る。一度断った。これでコールドアームス完了。ダンス望むなら BOS のポスト。あ、それはとりあえず OK。 センパーインビクター。あ、そうだ、送信機返してあげよう。ケンブリッジ警察署へ戻る。ファストトラベルしようかな。さあ帰ってきた。雨止んだ。送信機を渡そう。パラディンダンス、無事に会えたことに感謝します。我々にも運が回ってきたんですかね。ああ、任務完了だ。送信機はここにある。ついにやりましたね。めったにないほどのいい知らせですよ。お見事です。新しい友の助力がなければ成し得なかったことだ。タイでの地位を与えることにしたのだが、受ける意思があるかどうかはわからない。何にせよ我らの妨げにならない限りにおいて、一時的にここを使わせるのもやぶさかではない。パラディンダンスと話す。パラディン、望むなら BOS のポストはまだ空いているぞ。あ、とりあえずそれは。いや、その気はまだない。残念だ。だがその意思は尊重しよう。もし気が変わったときは
我らがどこにいるか分かっているな。どうしたんだ、入隊する勇気がないんじゃないのか。あ、このクエストをまた続けていくにはもう BOS に加入しないといけないのかな。参加しないといけないようなものか。じゃあとりあえず保留していこうかな。一回外出よう。ひとまず BOS の協力をしてあげたと。 BOS というその同盟があるということは、最初はあのコンコードの町に行ってあった誰だっけな、スタージェスだとか、あとはガービーだとか、あそこはミニットマンっていう同盟だったっけな。結構このコモンウェルス各地に同盟軍みたいなものは存在するのかな。とりあえずじゃあ、ダイヤモンドシティ方面に全然行けなかったけど、今回ここまでしようかな。受けるクエストによっても、ちょっと動画時間がバラバラになってしまうと思います。まあ、とりあえず、もう日本語音声字幕完璧に仕上がってるので、どんどんストーリーの方も、まあ、サブクエストも交えつつ、ここからまた次回進めていきたいと思います。それじゃあ今回はここまでで。はい、ご視聴ありがとうございました。